イワンレ・ピョウヒン、イワンレ・ピョウヒンは、ロシアの博物学者、探検家である、サンクトペテルブルクに生まれた、サンクトペテルブルク科学アカデミーで学び、ストラスブール大学で医学部で博士号を得た。1768年にボルガ川流域とカスピ海、1769年から5年間、ウラル山脈を探検した、百七十四年と百七十五年には、 シベリアを探検した。1774年から没するまでサンクトペテルブルク植物園で働いた。1783年からロシアアカデミーの事務局長を務めた。レピオ品の探検記録は1771年から発表が始められ、没後の1805年にオーゼレツコフスキーの編集によって完成した。ヒソカの俗名、レピカイニアや 紫化の俗名、レプチニエラに懸命された。レペックは、植物の学名で命名者を示す場合に、イワンで標品を示すのに使われる。ありがとうございます。